ケリー、土屋の車の話。はい、トヨタブースにやってきております、はい、ここは土屋さん注目ポイントを教えていただきたいんですけど、ここはこれはね、新しい GT4 のコンセプトマシンを登場させたんですよ。おー、後ろにあります。後ろに、はい、これですね。これ、はい、すごいですね。めちゃめちゃかっこいい車。めちゃかっこいい。うわー、すごい。え、なんですかこれ。これだから、うん、今日発表なんですよ。これすごい。ね、これは原型は何なんですか、元は。いやー、原型がわかんないですよ。コンセプトカーだから、うん、別にないと思うんですよ。ないんだ、ベースは。ただ大きさからするとスープラをより大きくしたのかなっていう感じはしますよね。もうなんかさ、バットマンカーみたいですよね。そう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 、バットマンの車みたい。バットマンカー、はい、これ実際、まあ、これは今ね、これですよね、はい、GT3 コンセプト、うん、これ GT3 とちょっと分からない方があると思うんですけど、教えてください。 GT3 っていうのは、はい、世界基準で、うん、まあ今日本でも世界でも行われている GT レース、はい、その GT レースっていうのは、うん、FIA の GT3 が基本になってるんです、はい、で GT3 基準で排気量がもう4リッターだろうが6リッターだろうが無限大、無限大でパワーだけ絞られる。それボクシングでいうと無差別級みたいな。あ、そうです、無差別級ですね、はいはい、そこで GT3 っていうカテゴリーがあるんですよ。その GT3 に合わせてトヨタが作ったんですよ。ちょっと見てください。ほら、幅2m40、はい、ね、まあ、全長 4m50、はい、全長はそんな長くないですね。そうです、全長長くないですね。いやでもこれはこれどうですか、これ FR ですよね。ああ、なるほど。え、まあ、だってマフラーがここから出てるから。本当だ、 FR です。 FR ってことは前でね、はい、動力してるってことですね。おそらくエンジンは V8 かなみたいな。 V8、 はい、これドアはどうだったんだろう。まだそういうの細かいところは、ええ、もう発表したばっかりなんで。そうですね、この細かいところは早そう。もうなんかこれ空飛びそう、すごい。いや本当だよね。なんかさ、あのなんかハリウッド映画のさ、ハリウッド映画やっぱりね、バットマンのやっぱりね、そういう感じ。ヒーローが乗る車ですよ、ね、いやでもかっこいい。こんなの家にあったらかっこいいだろうな。いえ、これ見ながら夜酒飲みで飲めますよ ね、 ね、ああ本当にそうだ。いや、めっちゃかっこいい。嬉しいですね、これは。ああ、こういうあれですか、こういうトヨタでも GR っていうのは特別なところなんですか。そうです、はい、GR っていうのもレース部門です、うん、あ、そうですね、トヨタのレース部門、ガズーレーシングですね。そうです、もう秋尾社長がトップにいるブランドです、うん、そうです。あの社長のね、トヨタ秋尾さんは実は社長でありながら、実は車が大好きで、走ることが大好きで、自分自身が普段スーツ着てるよりもレーシングカー着てる方が好きだっていうタイプでね、そういうことなんですよ。ですからもうこういう普通で、ね、社長さんっていうのはここまで行かないんですよ。でも多分おそらくこういうのも自分が一度運転で、ね、してる、そういうね、熱い人ですよね。そうですね、そうですね。いやだからこれはすごい、世界基準で、うん、トヨタが作った GT3 ですから ね、 なるほど、はい、これいずれあれですよね、まあ、もちろん本格ってあるんですけど、はい、いずれこれに近い車がレースに出るってことですよね。そう思いますよ。こういう形でね、はい、いやこれはちょっと、うん、楽しみ。どのぐらい、例えばコンセプトが出てから実際レースがどれぐらいなんですか。まあこれが出るとしたらあと1、2年、1年後、うん、値段が、うん、7000万、8000万。売るの？いや、GT3 だから。売らなくちゃいけないんだ。そう、売らなきゃいけない。GT3 っていうのは、販売台数がある程度ないと、基準に達しないんですよ。何台までですか？何台かわかんないですけども、うん、やっぱこれは、売るために作ってると思いますよ。世界基準で作ってるんで、GT3 っていう。そうですね。そうなって、300台とかでしたっけ？だと思うんですけどね。あと調べてください。だけど、まあ、基準があって、その基準をクリアしないと、はい、だから、コンセプトカーじゃないんですよね。なるほど、なるほど。買える人は買うんですよ。でもそうですよ。でもこんなのは、もう、それは欲しい人だらけだから、出たらもう即売れるってことですよ。そういうことです。だって世界中の人が待ってるってことですよね。まあ、だから、まあ、レース出る人もそうですし、そうですね、あとはお金持ちも、うん、みんな狙ってるわけですよ。へ、まあ、そんなんで、トヨタとしたら、まあ、トヨタ初ですよね。こういう世界基準で、
GT3 コンセプトを出してきたっていうのが、ね、トヨタのやる気を感じますね。っいいやっと買えて僕だったら、まあ、ヤリスの GR ぐらいですよね。あ、はいはいはい、500万ですよ。そうですね、はい。フーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。